日本の星出昭彦宇宙飛行士を乗せた民間宇宙船が23日アメリカ・フロリダ州から打ち上げられました。星出さんら4人の宇宙飛行士を乗せた民間宇宙船クルードラゴンは日本時間の23日夜フロリダ州のケネディ宇宙センターから打ち上げられました。宇宙船は打ち上げからおよそ12分後に予定の軌道に投入され 打ち上げは成功しましまた。その後も順調に飛行を続け打ち上げから3時間後に行われた地上と船内をつないだビデオ通話では宇宙服を脱いでリラックスした様子を見せる星出さんらの姿も確認できました宇宙船は日本時間の24日夕方に国際宇宙ステーションとドッキングする予定です行きます。 星出さんら4人の宇宙飛行士を乗せた民間宇宙船クルードラゴンは日本時間の昨夜フロリダ州のケネディ宇宙センターから打ち上げられました宇宙船は打ち上げからおよそ12分後に予定の軌道に投入され打ち上げは成功しましたその後も順調に飛行を続け。 打ち上げから3時間後に行われた地上と船内をつないだビデオ通話では宇宙服を脱いでリラックスした様子を見せる星出さんらの姿も確認できました宇宙船は日本時間のきょう夕方に ISS ・国際宇宙ステーションとドッキングする予定です人間が操縦しなくても宇宙船が飛ばせる時代になりました コンテナに積まれた荷物と同じように寝ていたら着いちゃいます。クールドラゴンの鮮明はアニメの影響でしょうか。この方はまるで宇宙飛行士になるためのようなお名前ですね。任務のご成功をお祈りします。